女と男のいる歩道は、1962年、制作、公開、ジャンリュック・ゴダール監督によるフランスの、長編劇映画である。ゴダールの長編劇映画第4作である。女は女であるについで、アンナ・カリーナが出演した、ゴダール作品の、第3作、カリーナとの結婚後第2作である。マルセル・サコとハンジが上司した。 バイシュンフのいる場所の記述をヒントに、ゴダールが、オリジナル脚本を執筆した。エドガー・アランポーの短編小説、楕円形の肖像も織り込まれている。ルイーズ・ブルックスの立ち姿。エミール・ゾラ、ナナ初版、1880年カリーナの役名は、ナナ・クラン・フランケンハイム、聖は当時アルザス地域圏バラン県にあった片い中の、村の名称、名は、エミール・ゾラの小説。 7の主人公と同じである。7の髪型は、ゲオルク・ビルヘルム・パープスと監督のパンドラの箱に登場するルイーズ・ブルックスを模したショートボブであり、本作の暴力的なアンチハッピーエンディングも同作の影響下にある。ジャン・ドゥ・シェは溝口健治監督の遺作、赤線地帯の影響なしには、本作は存在しないと指摘する。ラストショットのロケ地は、パリ13区。 エスキロルガイ17番地、レストランでスチュディオ前である。ナナは、第一タブローで別れた夫ポールと近況を交換するが、ポールを演じるのは、ゴダールとは、互いが、カイエビュシネマシでの批評家時代からの名優で、ドキュメンタリー映画の監督アンドレー・ス・ラバルトである。ラバルトは、ゴダールの、勝手に仕上がれ、子供たちは、ロシア風に遊ぶ、JLG、自画像にも出演している。 7が、ほのかに恋をする若い男を演じるペテ・カソビッツは、ブダペスト出身のユダヤ人で、ドキュメンタリー映画の監督である。憎しみの、監督マチュカソビッツの父で、同作にも出演している。ただし、ポーの、大円形の肖像を読み上げる声は、ゴダール本人が吹き替えている。ルイジを演じる、エリック・シュランベルジェも、ヌーベルバーグの映画作家たちと、 同世代のスイスの映画監督である。ジュークボックスの前にいる男を演じるジャン・フェラは、作曲家で、本作の挿入歌を演奏している。兵士を演じるジャン・ポール・サビニャックは、本作の助監督、ケガ人を演じるラズロ・サボは、ゴダール組の常連俳優である。アルベール・カミュや、アンドレ・ブルトンと信仰のあった哲学者、ブリス・パランが、 ナナと哲学を論じ合う赤学として登場しているが、ゴダールの哲学の恩師である。有名なのは、ナナがバス上の映画館でカール・テオドール・ドライヤーのサバカルル・ジャンルを見て涙を落とすショットである。後にゴダールは本作からちょうど40年が経過した2002年10分の短編映画時間の闇の中での終わり間際に同ショットを直接モンタージュする。 ミッシェル・ルグランは、主題と11の変奏曲を作曲したが、ゴダールは1曲のみ選び、しかし、それを全編にわたり使用した。1962年、イタリアのベネツィアで行われたベネツィア国際映画祭で、本作は、禁止子賞にノミネートされ、コンペティションで正式上映された。結果、ゴダールは、パジネッティ賞及び審査員特別賞の2賞を同時に、獲得した。 とあるビストロ7はボールを捨ててしまいたい下にある、機械レコードや2 0フライ7は、自分の人生を生きているコンシェルジュポールサバカルル、ジャンヌあるジャーナリスト警察7の、反対尋問外の大通り最初の男から、ヘアイベットと会う郊外の、とあるカフェラウール外での銃撃手紙、またラウール。シャンゼリゼ午後引く金銭、化粧室快楽ホテル若い男ルイージ7は、 自分が幸せなのか疑問に思うほどあるタイプ。幸福とは、華やかなものではないシャトレ広場から見知らぬ男ナは、知識を持たずに哲学するまた若い男。楕円形の肖像ラウールは、再び7を売る1960年代初頭の、フランス、パリの、とあるビストロ。7クラン・フランケンハイムは、別れたオット・ポールと、近況の報告をし合い、別れる。 ナナは、女優を夢見て、夫と別れ、パリに出てきたが、夢も希望もないまま、レコード屋の店員を続けている。ある日、歩道で男に誘われるままに抱かれ、その代償を得た。ナナは、昔からの友人のイベットと会う。イベットは売春の仲介をしてピンハネして生きている。ナナには、いつしか、娼婦となり、知り合った男のラウールという紐がついていた。 ナナは無表情な女になっていた。バーでナナがダンスをしているとき、視界に入ってきた一人の若い男。ナナの心は動き、若い男を愛し始める。その頃ラウールはナナを売春業者に売り渡していた。ナナが業者に引き渡されるとき、業者がラウールに渡した金が不足していた。ラウールはナナを連れて帰ろうとするが、 相手は拳銃を放つ。銃弾はナナに直撃した。ラウールは、逃走、撃ったギャングも逃走する。ナナは歩道に倒れ、絶命した。ありがとうございます。